ドラマ CD、コヨーテ4。元気そうで安心した。リリー、会いたかったよ。本当にものすごく君のことを思って眠れない夜が何日も続いて、俺もあんたのことばかり考えていた。本当にもう鉄格子にはうんざりだな。マレーネ、ん？この鉄格子くらいなら曲げてあんたを連れ出すこともできる。え？ただ今ここであんたを逃がすとアレンに迷惑がかかる。そうだな、それはまずい。今すぐ隣に行きたいけれど我慢するよ。マレーネ、もうしばらくこの生活が続きそうだが大丈夫か？僕は大丈夫だよ。それより君だ。君が無茶をしないか心配だったんだ。無茶はしない。でも何かできないか模索している。僕もだよ。今祖父を止めようと説得中だけど思うようにいかなくて。ごめんリリー、こんな真剣な会話の最中に不謹慎だと思うけれど、ダメだ、君を前にして冷静に話なんてしていられないよ。だってずっと会いたかったんだ。もう一度キスさせて。ずっとここにいられるわけないよね。あ、ありがとう、会いに来てくれて。本当にまたな。耳の剣があった直後で動揺もあると思うが、お前たちに伝えることがある。今より5日後、12月18日の木曜、ガーランド解体を決行する。